やってよ、やってよ、これもやってよみたいなさ、女子たちが言い出して、やんないのみたいなさ、俺みたいなさ、じゃあ、大体センスありますね、はい。ねえ、冷えね、冷え出しちゃう。それで、まあ、応援団長は、一応、じらしながらね、俺がやったんだけどね。値打ち、軽く値打ちつけないとさ、あれじゃん？なんか俺もやりたくないからさ、本当は。ね、総理大臣と同じく。総理大臣も別にそんなやりたくない、やりたくないっていうか、だって毎日海行けないじゃん。スケボーとかさ、自由に多分行けなくなるじゃん。なんか。で、うまくいってる、政治がうまくいってれば別にそんなやりたいとか思わないじゃん。だけど、うまくいかなくさせたんだよ。させてんの。今、うまくいってないでしょ、総理大臣。ね、政治が。うまくいかせないじゃん。それはもう神の意志だよね。俺にやってもらいたいと思ってると思うから、まあ俺はいずれ絶対でも総理大臣になるんだなと思ってますけどね。こういう状況だからね。もう絶対そういう状況が作られるからね。もう今までの俺の人生経験で言って、絶対そうだから。もう間違いなく、もう絶対体育委員会2回も小6と中3でもやらされてるし、高校では宇田系じゃん。でもこれ俺が行かないと、もうヤクザがもうダメになるみたいな。分かってたから、もうちょっと行かないとダメだな、みたいな。俺の家庭の状況でも、お金とかも多分もう全然やばい。ダメだ、みたいなさ。で、これはもうちょっと、不良やんねえとダメだな、みたいな感じで。もう高校1年生がヤクザだからね、俺。ね。俺はもうそういう状況だったからね。